はい皆さんこんばんはおじいさムですということで本日もご紹介するのはこちらはいということで本日もご紹介するのはこちらの、えー、玉ねぎですはいそうですねクリック感は非常に硬いですね <laughs> 非常にククリック感硬いですはい多分ねラムは積んでないと思います、ね、うん辛みは積んでると思いますけどもラムは積んで違うわいうー、うん、はいえー、ということで、まあ、茶番はこれぐらいにして、えー、始めていきましょう、えー、本日もご紹介するのはこちらアヤネオですねはいでちょっと とえー、まず一番初めにお伝えしておかないといけないことがあります、えー、と実はですね、あのー、結構コメントがやっぱ皆さんねかなりこの商品興味があるみたいでコメントたくさんいただきましたで実はね中国本場中国の方からコメントいただきましてでその方のコメントを元に、ね、ちょっと調べたんですよね僕もそしたら、えーとね、こちらのあやねおはねあのファウンダーエディションというものらしいです ファウンダーエディションっていうものはえ要は簡単に言うとテスト品っていうこととです簡単に言うと、うん、これはまあそういう、まあ、いろんなこうゲームショップとか、まあ、主要な人たちにこういうものが出ますからよろしくねっていうので配られたもののようです、はい、だから製品版はねあの全く違うことはないと思うんですけども少々ねいろんなところが違うようです で、えー、なんかね軽量化されたりとかここでちょっと問題があったところを修正したりとかっていうものがどうやら出るようで、えー、ちなみにこの残念皆さんにとってねすごい期待されてた方からすると非常に申し訳ないんですが、えー、実はねこのクリア版は、えー、とファウンダー版だけみたいですはいなので製品版は黒か、えー、と白になるようですはいなのでちょっとクリアを待ち望んでた人にはちょっとまあ 残念ななニュースにはなりなると思いますただまあ非常にねなんかものすごい人気あるらしいので、えー、もしかしたらねあの後々安定供給が終わった後まあ側変えるだけやったらできるだろうっていうことでクリアを出すかもしれないですけどもとりあえず正規版ではこのクリアはないようですとりあえずまずそれが一つですはいでねあのむちゃくちゃ綺麗に保護シール貼れた <laughs> はい 空気もきれいに抜けてなので、えーとまあ、今,今日はあのこ操作系のことを伝えたりとか、まあ、今後いろんなどういう意味が動くのかとかも伝えていきますけどもあくまでこれは僕のファウンダー版というものでの、えー、評価になりますので、えー、全てが全てこの通りなのかもわからないだから付属品も保護シールとかピンバッジとかついてるよって言ったけどもあれもう正規品ではどうなるかわからないです。だだかららあくまで、まあ余興の一つととして見て見いただけたけ え思いいますはい、でですね本日はまあこの辺のまあ操作感なり、えー、スペックですねさっきスペック言っていきましょうかはいじゃあちょっと寄せます。えー、はい、えー、こちらまずねあの前回の動画で全くこの「あやネオが一体何なんだっていうところに、えー、僕が、えー、と触れてなくてあの あやねを知らない人でおじいさんのね、チャンネル登録してらっしゃる方からもしたら、これは何なんだろうって、あ、中華ゲーム機の新しいやつなのかなと、えー、おじいさん今まで第2、第3世代、第4世代とか言ってたけども、じゃあこれが第5世代なのとか思ってる方もおられると思うんで、このあやねよが一体どういうものなのか、そしてスペック等をちょっと紹介していきます。えー、このあやねは中華ゲーム機って言っても、まあ差し支えはないですけども、えー、これはね、パソコンです。あの、Windows なんですよ、これ。 はい。Windows で、でももうゲーム特化用に作られた、まあ、Windows ですね。だから、まあ、ゲーム機として OS を、えっ、ー、と、今までやった、まあ、例えば Linux とか、Android とかってあったよね。Linux やったら、こう、エ e l ク c 入れたりとか、あのー、ArcOS 入れたりとか、3 5 1エレ e クあったりとか、いろいろありましたけども、これはもうそこに Windows を使ってます。で、えー、ちょっとスペックを言っていきますね。どういうものかっていうのは、まず OS は Windows 10、Home です。はい。Home。 で、えー、CPU が AMD Ryzen 5の 4200U、えー。ロックはロックスレッド。定格が 2.3GHz。で、驚くべき、驚くべきがなんと最大 4GHz。これはすごいね。この <laughs>、まあそれ大きいよ。大きいけども、ポータブル、まあこういうマシンで、 最高クロック数が4ヘルツはすごいよね、これ。はい。で、えー、GPU ですね。まあ、これは、えー、GPU が入ってます。あの、まあ、あ最近インテルでも、まあ、あインテル、まあ、あ昔からインテルでも入ってるんですけども、この、まあ、いつも言うけども、この AMD のライゼンシリーズのいいところはですね、えー、 CPU の中に GPU って言ってまあその動画を処理するグラフィック関係を処理するっていうプログラムがインテルの方にも入ってるんですけどもそれがむちゃくちゃ強力なんですようん普通ゲ今までこうゲームとかするには CPU のパソコンにグラフィックボードっていうこんなまあ大きいやつをパソコンに突き刺さないとゲームできなかったんですようんだから CPU とそういうグラフィックボードグラフィックチップみたいなのを別に用意してたのが えこのライゼンの、えー、AMD のライゼンシリーズっていうものはまあ当然むちゃくちゃ強力ですけども当然グラフィックボードがいらないかっていうとまあそういうわけではないんですけども、えー、安い本当に安いグラフィックボードであればもうそれを買わなくてもいいぐらいのものすごいグラフィックの処理をする GPU が組み込まれてるんですよ。 それがこのライゼンシリーズのいいところで、まあこのアヤネオのすごいところって言われてるところですね。アヤネオがまあこのライゼンシリーズを採用したところがまあすごいところですね。うん。で、まあ最近言われてるこれとこの後に、えー、GPDWIN3 っていうね、これまたなかなかこれとよく似たもうちょっと高級なやつが出るんですけども、そちらは残念ながらライゼンは搭載してなくてインテルなんですよね。 うんだからまあインテルにも当然 GPU は最近だいぶ強化されてきたんですけどもまあ正直言ってライゼンシリーズの GPU にはっきり言ってかなわないですうんでもまああっちの方は CPU の性能がすごいいいのでまあその辺でどこまでカバーできるかとうんでもやっぱりねエミュレータータと。 え特にパソコンゲームなんか入れるときはやっぱりね GPU がどんだけあるねんっていうのがほんと気もなってくるのでまあそういう意味ではこちらの方が安価な安価でまあ性能も当然低い GPT-3 に比べては当然低いと思うんですけどもやっぱ G、あのグラフィックの GPU 性能は確実にこっちの方が上なんでその辺で結構ね面白い勝負になるかなと思ってますちょっと話しておりましたねで GPU が AMD、えー、Radeon のグラフィックス AMD Radeon グラフィックスってものが入ってますでこれが、えー クロック数が 1500MHz で6コアになってます。これも結構高い数値ですね。で、メモリーが、これすごいんですけども、なんと LPDDR4 の4266が 16GB 搭載されてます。この <laughs>、このサイズでメモリー 16GB ですよ。<laughs> いや、すごいよ。16GB はやばいよ。 うん、まあ、要乗っても8ギガとかかなって思ってたんですけど、これ16ギガも乗ってて、僕、本当と、これ、おったまげでした、本当に。はい。で、ロムですね、保存容量のところには SSD、M.2 の2280が使われていて、おじいさんのものは512ギガバイトのものです。で、これは正規版も一緒で、512ギガバイトと1テラバイトの2種類から選ぶことができます。でも、その他の性能は全部一緒です。あやねオの場合はね。はい。 で最高は 1TB のものがあると、でこの SSD ですが PC I、PCI 接続なので、NVMe 接続になりますので、前、他のパソコンのときに紹介した通り、超高速なデータ転送が可能になってますので、これは一つまた有利なポイントですよね。はい、でこの液晶は7インチです で、解像度が 1280×860Hz です。で、HIPS のタッチパネルになってます。で、この HIPS っていうのはね何かというと、最近よくね、中華ゲーム機で IPS 液晶、IPS 液晶って言ってますけど、まあ、そのうちの一つの種類で、非常にね、コントラストが綺麗なもの、ものなようです。HIPS っていうのはね。で、えっと、ちょっと微光としてはですね、なんとこちらね、あの、加速度センサーついてるんですよ、これ。なんと。 えー、6軸の加速度センサー付き、まあ、だからこうやってブーってやってこうやってまあなんかできてまあ加速度センサーをねあまり使ってするゲームってないんですけどもまあだから Wii のエミュレーターとかやとなかなか面白い動きが見れるかもしれないですねはいという感じですこれがスペックでつまり Windows なんです、はい、な,なので、えー、これをじゃあどうやって遊ぶねんっていうと当然エミュレーターを入れて遊ぶという形になります今後はね で当然ですけども GPDB3 っていうのにはキーボードがあったりとかしてまあ、こうパソコンライクにも使えますけどもこれは一切そういうものがないので、えー、まずは下処理するときは当然マウスつけてキーボードをつけてやるっていうことになります、うん、でもまあいろ、えー、んな意味で言うとまあ煩わしさがないですね設定さえ終わってしまえばタッチパネルで操作できるし、えー、今後僕の動画でもしますけどもハイパースピンなんか入れたらもうこの上でランチャーがすべて操作するのでキーボードマウス何もいらない状態にはなりますはい ということで、それではちょっとこの辺の周り見ていきましょう。えー、まずメインの十字ボタンですね、こちら、ちょっとカメラやろうか。えっとですね、こちらのメインの4つボタンありますね、ちゃんと映ってるかな映ってるかなはい。えっとね、これがね、うん、結構驚きなんですけども、えー、なんとね、ボタンじゃないんですよ。 こうストロークの長いボタンじゃないんですうんこれは多分ね非常に残念ポイントだと思う俗に言うところのプチプチですププチプチだからこれも正規品の時は直されるのかわからない、うん、そこは僕はわからないですはいあのプチプチのやつですだからあのガラケーのボタンみたいなやつガラケーの数字ボタンを押す時なんかパチパチって押したでしょこうプチプチプチってあれです だからよくこう中華ゲーム機であるスタートとかセレクトのあの押す感じ L とか R のあれがここのメインボタンなんですようんだからうーん逆に言ったらなんやろなまあ壊れにくいとは思います、うんうん、こっちの方が耐久性は個人的にはこれの方があると思うんだけども、うん、これはもう人それぞれ 僕ははっきり言って僕の中では押せればいいやんって思ってるので別に何の問題もないですだからといってこれがじゃあ感度が悪いとかなったら問題ですようんだからこれは製品版で修正されてるのかなこのまま出るのかなわからないこれは僕にははいでえっとここにこうなんかたくさんボタンあるんですよねこれえっとねこれはでもでも僕調べたんですよこれちょっと見えるかなよいしょ見えてるかな えっとね、ここにね KB って書いてるんですよ。KB、はい。48じゃないですよ。KB。で、ここにね ESC です。で、ここに WIN。で、ここに TM って書いてあるんですよ。はい。で、えっとね、この KB がなんとね、キーボードが出るんですよ。うん、これを押すと、ここに簡易キーボードが出るの、パッと。うん。だから えーとキーボードつけなくてもこれで操作できるってことでこれがエスケープボタンでこれが Windows ボタン TM 何やったかな忘れた <laughs> これも何かのボタンやったはずこれ何やったかなこれ何かのボタンなんですよ、うん、ちょっとこれまた後で調べてあのブログに上げときますはいこのエスケープボタンはあの大きいと思う特にあの僕なんかはハイパースピンでエスケープボタンをゲームをやめるボタンにしてるんでこれは対応すると思います 他はそんな使わないかな。ただファンクションキーとしてやると、いろんな細やかな、例えばですけどうーん、エミュレーターのそれぞれ一個一個操作してる人は、AltEnter をここにやっちゃうとか、うん、ショートカット設定してここにして全画面を一発でボタンで切り替えれるとか、そういうことは使えると思います。はい。で、次こっち。で、十字キーですね。よいしょ、見えるかな。十字キーね、これ。はい。 うん、十字キーもえプリプリのやつですストロークがえほぼほぼないやつですだからこっちと同じ、うん、ストロークが全然ないだからプリプリって感じだからこれで多分格闘ゲームはどうなんやろうねできるんかいねいやそれはあのここにアナログスティックがあるから当然もうそっちでやってって感じなんでしょうけども、うん、あのもうプチプチですとにかく言えることはプチプチ食感 はい、食感ではないけども感触うんだからペリッペリッポキッパキッパキッパキパキってやつですねパキッ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 ってやつですでもね斜め押しやすいよ反応するか分かんないよ斜めにこれがうんでも斜めは押しやすいうんでこっちにもこういうなんかファンクションキーみたいなやつがたくさんありますこれこれが多分ねなんか LED やったんちゃうかな多分これなんかねこれね LED が光るらしいんですよ後ろ うん、また電源入れた時見ますけど他は分かんないね H とか,なんかタブボタンとかあるけどこれはなんかタブ切り替えするのかなもしかしたら見えてるかな、うん、ここタブタブみたいなマークこれはなんか横棒のマークこれはちょっとよく分かんないはいでえっとアナログスティックですねアナログスティックアナログスティックは多分ね RG350M と一緒だと思う 柄、うん、が一緒やもん、うん、で触っててもあのよう似てます、うんでもねちょっとだけ硬いかなって思うだからこれ平行軸のやつですねあ旧型のやつかこうなってますねわかるかなこんな感じこれ『焦点』やってんのかなちょっと僕もサングラスかけながらやってるからねこう旧型ですね平面型と思ったけど旧型はいこういうものです でこっちも全く同じだからこの柄が一緒でしょこう,こうピュッピュッピュッと線入ってるやつこっちの方が柔らかい右のアナログスティックの方が柔らかいこれはうん左の方がちょっと硬い感じがするで、えっと、LL3 聞こえるねで R3 ございますだからこれ最悪最悪っていうかこれ,これもできるってことね縦臭うん縦臭できるってことこの大画面で ただしいくだしくくけておきます持てますせん重くて <laughs> 無理これ絶対縦衆無理うんこれあのなんていうかなこの重さあの修行してるお坊さんにこうなんかこう後ろからパンって叩たくなんかあの長い矢の中竹でできたあの棒持ってるぐらい重いです <laughs> これで縦衆はあの期待しないでくださいはいでですねえっと上面ちょっと引こうか はい、これが上面になっています、えー、L1 とトリガーがあります。で L1、L2、えっと、L1、R1、これはこれもパチパチ。これはパチパチだけど、先のメインの4つボタンよりはストロークがあります。ちょっとだけですよね。でも、聞いてもらった通り、パチパチはパチパチです。はい、で、トリガーは、えっと、このように押,せん押すんですけども、これもパチパチ。 うん、だから、うん、XBOX みたいにこうブーッとこう長いこう何て言うかなこうペダル型には形はペダルだけども実質のペダルにはなってないってことうんだから多分これであのー、電圧の加圧式の間隔は無理だと思うだからペダル型のやつをグーっていうのでアクセルをずーっと深く踏むとかそういうことは無理だと思う0101のトリガーだと思いますこれ残念ながら で、えっと、ここに USB-C ポートが2つあります。で、ここにヘッドホンジャックですね。3.5mm ヘッドホンジャック。で、これもなんかちょっとファン穴みたいなやつがありますね。で、これが音量ですね。音量のプラスとマイナス。で、これが電源ボタン。はい。になってます。上面はね。はい。で、右面は、えー、何もないですね。右面はこんな感じね。はい。左面も何もなし。はい。 裏面こんな感じすごい迫力あるこれスピーカーがステレオかモノラルかは分からないけども穴が2つございますダブルですねデュアルでここに USB-C これがね充電ポートになってますえそれでですねちょっと背面見ていきましょううわむちゃくちゃかっこいい <laughs> むちゃくちゃかっこいいな背面のデザイン、うん、だからごめんなさいこれもえっ、ー、とファウンダー版 ファンデン版ファウンダー版ということで、皆さんの方の背景、後ろもこうなってるかわからないですけども、こんな感じで、非常に大きいファン穴ですね。もうここ、メッシュ、メッシュになってます。うん、とてももう通気がいい感じですね。もう大きいファンが見えてます、ここにね。はい。で、実際に僕、電源入れて設定等をしていったんですが、結構ね、激しくファン回ってました。 うん、やっぱりゼンはとにかく熱くなりがちなのでこのファンは命綱とも見えますねでここにバッテリーこれ交換できるのかなわからないけどもバッテリーが見えてますはいでですねちょっと面白いなと思ったポイントが一つありますちょっとねお伝えしづらいんですがえ実はね本体がねこのような形になってますはいなのでえっとね下に置くとですね こう浮くんですよねちょっとこう真ん中がここが。ということは何かというと当然まあこう持った時に人間工学的にこう斜めに液晶が見えやすくこうベ,タすベタっと上向かずにちょっとこっち向くっていうメリットもまず一つあります。でももう一つすごいメリットがあって何かというと今言った通りライゼンはすごいパワー持ってるんですよだからやっぱ発熱もすごいんですよ。でも人によっててはこれ重いいから置いて で、コントローラーでゲームする人いると思うんですよ。その場合に、これが地べたにくっついちゃうと、熱が抜けないんですよ。うん。だから、ここに、この段差があって、ここ、ここだけ飛び出てるんですけど、ここだけ飛び出てるんですけども、ここにスペースができるので、排熱が出るんですよ。横から、ファーっとこう。そこから。 うん、これはねあの非常によくできてるデザインだなと思った、まあ、どっちをメインにしたのかわからないけども自然とこうなってそこまで考えてないのかわからないけどもそこは非常にね素敵なデザインだなと思いましたで大きさと重さを測っていこうと思います大きさざっくりですけどねまず横幅25.4ぐらいですね横幅25.4ぐらい で縦10.3ぐらいで厚み一番分厚いのがこっちになるのでここですねこの LR のところになるのでここで測りますトップのところでは2.3ぐらいでここの薄いところでは 2cm ぐらいはいで こっちもだから 2cm ですねこっちも2センチですねだからこのここが 2cm でここが2.5なんで 0.5cm ここが開くんですよねだからそこからファンの、えー、気流が出るということですね排熱が、はい、で重さ測りましょう結構重いと思いますちょっと測りがちっちゃいんで、えー、しっかりと測れないかもですが置きますドン はい、えー、664g ということで、もうお肉にしたらちょっと、えー、女性だったら食べられへんかなっていうぐらいの量はありますね、うん。はっきり言ってこれをね、長時間持ってゲーム、男性は何でもないと思います。はい、でも女性にはさすがにね、ちょっと重いかなって。 うん、特にこうやって上げてやるかにはねどっか肘ついてこうやってやるかには問題ないと思うけどもこうやって持ってやるかにはちょっと重いかなと思いますだからまあもう,もう形ねデザインからしてもう男のロマンのものなのでまあこれは本当男性専用のものなのかなって思いますねでちょっとね話が、えっと、ちぐはぐなるんですが、えっと、このコンセントですねこれえっと調べましたで僕違和感あるなって思ったらこれ丸がないんですよここに丸。 普通日本のコンセントってなんか違うなと思ってたらこうやって丸あるんですよ絶対ないでしょうんこれね日本の中ではこの丸は絶対義務化されてるんですってでこの丸があるとあのこのコンセントの中でちょっとねロックかかるんですって軽くキュってだから抜けにくいんですようんでもこの丸がない丸がないやつは抜けやすいんですよ だから、あの、なんかガチンと刺して、全、ま、く動かなかったら何の問題もないんだけども、ガンテ刺して、例えばやねを押さなとバンってどっか置こうとした時にグッてなったりしたら変に隙間ができて放電とかな、漏電してしまうと危険なので、えー、まあ、これしかない場合は、まあ、 あの使うしかないんですけども必ず安全にもう動かないとか逆にもう寝てる時にやらないとか起きてる範囲で何かあった時にすぐ対応できる状態で充電するとかっていう方法を、えー、とおすすめします一応1回試しましたけど充電はできましたはいという感じですそれではね最後に、えー、せっかくなのでね1回電源を入れていこうと思います、えー、こちらを長押しします電源ですねここ,この3つのつっち、はい、では電源入れます ファンの音聞こえてきたかな、ファーって。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。あ、画面逆なってる。<laughs> これだから、加速度センサーがついてるから、逆なっても。あのー、大丈夫なんですよ。こうやると。ほら、戻るの。見えたかね、今 わかる、うん、今こっちが下になってる、うん。だからあの縦衆はやりやすいんですよなんかプログラムとかで線でもいいのはいじゃあこっちしますよこうするでしょほら変わったでしょすごいでしょ <laughs> 加速度センサーすげえって感じでしょこれ何気に嬉しいよねはいで、えー、と今これ日本語になってますけども え皆さんのところに届く正規品はどういうふうな仕様にするのかわからないけども実は僕の初めはこれねあの中国語になってました全部で、えー、とシステムも中国語全部ロケーションも中国語になってて、えー、と大変でした結構戻すのが日本語入れるの、うん、ただこの辺はもうネットの Windows10 の使い方であのいくらでもその中国で買ったパソコンを日本語にする方法とかっていうのが書いてあるので、まあ、その辺を参考にして戻してください。 ちょっとと難儀はすすると思います、うん、でもあの別にこのようにできるので「あうわこれ中国語やん中国語,や中国語版やん中国語版やんどうすんのこれ」って言って多くの人が悩むと思うんですけども全然あの大丈夫ですあの。Windows 10はその辺は日本語に戻せるんであのオールマイティな OS なのでなんか中国語版の版だけの Windows とかはないのでえそこは安心してください。で初めからあの Windows 10はもう認証されてました。 はいなのでそこも安心してください。未認証とかっていうこともないです。はい。という感じで、えー、ファーストインプレッションでした。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか。また次回ね、この辺の続きをまた見ていこうと思います。この動画で初めておじいさんのこと知ったよってしたはチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さようなら。